心躍る製品を。1921年、シマノの歴史はこのフリーホイールの生産から始まりました。創業者シマノ正三郎が夢と情熱をかけたこのフリーホイールが今日のシマノの礎を築いたのです。創業以来100年を超える歴史において私たちは常に時代の先を行き技術開発、製品開発に取り組んできました。本当に信頼されるものづくりを、どこまでも品質にこだわったものづくりを、それこそが創業者から受け継ぎ磨き上げられてきた島のスピリット。そしてその道は次なる100年へと続いています。使う人に感動を与えるエンジニアリング、使う人の感性に応えるエンジニアリング、軽く強く早く正確に高性能で使いやすく、そして今シマノの誇る金属加工技術と電子デバイスとの融合は新たな可能性を提示しています。開発型デジタル製造業としてのシマノの象徴ともいえるテクノロジーイノベーションセンター。企画、デザイン、開発の各部門が集結、それぞれの力が緊密に連携を取りながら次なる時代のものづくりを創造していきます。それを支えるのが創業以来蓄積され磨き上げられてきたシマノの誇る金属加工技術。例えば冷感鍛造、優れた強度に加えて高い精度と複雑多彩な形状を実現、まさに夢を形にする製造技術です。さらに高度な加工技術や金型の設計・製作などの生産技術に加え、徹底した工程管理体制がシマノの高い信頼性を生み出します。We are Team Shimano. 我们是 Team Shimano. Wir sind Team Shimano. Wir sind Team Shimano.We are Team Shimano. チームという言葉に込められた意味を私たちは大切にします。開発からデザイン、製造、そしてマーケティング活動に至るまで、開発型デジタル製造業としてさまざまな分野のチームシマノのスタッフがそのスピリットを一つにしています。神ティームシマノ。我々はチームシマノです。アムラティームシマノ。次なる時代の
シマノを見据えて、チームシマノの活動は果てしなく広がっていきます。シマノ製品をお使いいただくフィールド、それは地球だからこそ、私たちシマノは事業活動における環境負荷を抑える取り組みを続けています。従来は化石由来の燃料を使用していた熱処理を、生産効率の高い電熱式の設備に変更することで CO2 削減に努めています。また、使い捨てプラスチック使用量の削減など、持続可能な環境づくりを目指して、その活動を続けていきます。自転車文化、釣り文化の創造を目指して、子どもたちを対象にしたイベントから、本格的なレースのオフィシャルスポンサーまで、世界中でその文化を育てるシマノの活動は多岐にわたっています。2022年新しく島の自転車博物館がオープン。自転車の歴史やその仕組みを見て触れて感じ取ってもらい、自転車の魅力を幅広く伝える情報発信拠点です。およそ40年の歴史を数える島の鈴鹿ロード、毎年1万人をはるかに超えるサイクルスポーツを愛する人々がここに集います。発想し、それを自分たちの手で着実に、そして継続的に新しい文化として提案していく。これらの活動も私たちシマノが担う大切な役割です。人と自然が響き合う、人と人が共感する、私たちシマノは自然との触れ合い、人との触れ合いを大切に、心躍る製品をお届けすることで新たな価値を創造していきます。